こんにちは皆さん、お元気ですか？今日はですね、私が今まで、3人育児をしてきて、一番上の子が8歳、真ん中の子が3歳で、一番下の子が1歳と2ヶ月になったんですが、この子たちが生まれてから1歳になるまでの間に私が、たくさん使ったものとか、あと経験してきた上で、これから出産される方、これさえあれば大丈夫だろうっていうのを3つ選びました。3つ、4つです、4つ。なので、これを、紹介していこうと思います。でですね、うちの旦那様が今3人子供を連れてプールに行ってくれてますので、この間に私はダダダッと撮っちゃいたいわけなんですよ。 OK ですか？なので早速見せていこうと思います。まず一つ目はですね、これなんですよ。たらー、これ大きくて見えづらいでしょ、なんだこれみたいな感じですよね。こういう風になっております。OK、 こうやって見ると分かるね。これは何かと言いますと、赤ちゃんを入れてゆらゆらさせるやつです。こういう感じで、私が持っているものに関してはここ、こうやってロックできるのね。でロックするとこれがゆらゆらしないでこう止まったままになったりもするんだけど、皆さんこれですよ。あのね、私今まで3人出産してきまして、いろんなものを買いました。特に1人目の子を産んだ時は、もう片っ端からこのおすすめだよとか持っといた方がいいよって言われたものは全部試しました。でだけど3人目を産んだ時にあれは結構必要なかったなっていうのが分かったんですね。赤ちゃんが生まれてから3ヶ月ぐらいまでは、ずっと寝てる状態ね、ベッドに寝てるとか、あとは抱かれてるような状態なんだけども、3ヶ月ぐらいになって寝返りし始めて、でそのぐらいの時期になってくると、そのこういったスイングとかバウンサーとかそういうのが必要になってくるんですよ。でうちはそれぐらいからこれを使い始めて、で一番これを、使いました。どういうふうに使ったかっていうと、要はこういうのが必要な時っていうのは、お母さんが忙しくなる時、例えば料理作らなきゃいけない時とか、おトイレに行く時とか、あとは人に頼めない、人にこう赤ちゃん抱っこしてね、赤ちゃん見ててねって言えない時 で自分が一緒に赤ちゃんといなきゃいけないけど自分が忙しくなる時に、そういうものが必要になってくるんだけども、例えば私だったら料理作ってる時とか、エリソンをここに入れて、でも彼は寝てたり、起きてるような状態だったりとかするんだけど、ここに入れて、で自分の近くに置いて、で自分の足で揺らしながら料理をしたりとか、洗濯物を洗ったりとか、メイクもしたし、そういう感じで使ってました。で全然揺らしてる間に眠っちゃったりとか、あとは揺らしてニコニコしてたりとか、あと手元にこう小さいおもちゃを持たせたりとかみたいな感じでやってたんだけど、すごいすごい使いました。で私が買ったこれはね、私これどこで買ったの？ターゲットで買ったんだけども、ちなみにこのね、こことここに、こういう風に椅子みたいになるわけじゃない？でこことここにぶら下げるおもちゃがくっついてたんだけども、私はこのここにこう寝てくれているまま、こうなんていうのかな、自分の家族が何をしてるかとか、そういう方に気がいってほしかった。だからあれですよ、そのくっついたおもちゃを取って買ってすぐ捨てたんだけど、だから本当に何もくっついてない、何もくっついてないようなただの揺れる椅子っていうだけなんです。でここに振動するのがついてたけど、電池も入れたことない、一回も使わなかったし、だけどこれ一番使いました。これがあれば大丈夫っす。歩き出すぐらいになるまでは大丈夫っす言葉足りてないかもしれないんだけど、でも本当にうちの子がエリソンが生まれて3週目でニュージャージーからバージニアに引っ越してきたんですね。
でその時とかも本当に自分の家族以外助けがなくって、でなおかつ夏休みだったから上の子2人を面倒見ながら赤ちゃんもっていう感じで、で旦那さんお仕事をしてたんで、もう私が毎日3人と一緒にいるような状況だったんですよ。そうで、その中でだけど、そのなんだろう、こういうマシンとか必要なくって、これだけで全然生きてこれたので、旅行行く時とかも持ってってたし、ホテルとかにも持って行って使ってたから、この椅子は本当に本当におすすめです。ちなみにこういったタイプのものを見つける場合は、ここがさ、しっかりとこう取れて洗えるやつ、これももちろんこういう風に全部取れるんよ、ね、こういう風に全部抜けて洗えるようなものだから、まあ、それだったのも良かったですよね。だから例えばこうさ、こう例えばナンバーワンかナンバーツーしちゃって、だけどダイパーからこぼれちゃった時とかはこれそのまま洗えたし、でまたつけてね、取ったりつけたりすることができたし、まあ結構うちの息子が座ってなかった時は、うちの娘、3歳の娘が座ってて、これは一応トドラーにもなんかこう座るようにできる椅子みたいな感じで売ってたやつだから、そうそうそう、うちの娘も結構これで座ったりしてテレビ見たりとか遊んだりしてました。そしたら2個目いきますね。2個目は何かと言いますと、キャリアでございます。これはほら皆さん多分知ってると思うけど、有名なエルゴだっけ、エルゴだっけ、エゴ、 ERGO、 エルゴっていうのかな、エルゴベイビーっていうやつなんですけど、私がものすごく使ったのはこれと、あと今ね車の中にあるから撮りに行けなくって、それで写真で見せようと思うんだけど、私がフローレンスを産んだ時に買ったやつで、フローレンスの時からずっと使っているボバラップっていうのがあるんだけど、そのキャリアとあとこれ両方ともすごく使いました。これさえあれば買い物行った時とかすごい使えるし、あと散歩行く時とか使えるし、あと本当それこそ育児してる時とか使ったりとか、キャリアは本当にマストで必要ですね。でそう、まあこれはさ、それでそのキャメロンが生まれた時ぐらいに結構流行ってて欲しいなと思ったけど、これは持ってなかったんです。私出産祝いでお友達からもらったやつがあったから、それをキャメロンの時は使ってて、でフローレンス産んだ時にボバラップを買って、ボバラップをすごい使ってて、だけどボバラップって体ものすごい長い布なんですよね。それを体に巻きつけて、そこに赤ちゃんをピュッと入れるっていう感じなんですよ。だからたまにすごい暑かったりとかして、でちょっと成長してくると、もうボバラップには、耐えられない重さが、だからこの子の出番になってくるんですね。この子は結構なんだろう、重くなっても全然キャリーできるじゃないですか。なんでそう、両方ものすごく使いました。なのでキャリアはおすすめです。なんかそれこそ私の友達がしてくれたみたいに、なんだっけ、出産祝いとしてあげるのものすごくおすすめです。私はこれね、アメリカのリサイクルショップで20ドルで買ったんです。すごい質が良かったし、今1歳2ヶ月だけどまだ全然使ってます。これもうボバラップの方はちょっと重たくなってきたって感じだけど、これは全然まだまだ使えてる。で20ドルで買ったやつだから、もうすごいラッキー、やったー、よかったと思って。でも今の時代はほらね、もっともっとこうなんていうんですか、すごい優れていていいブランド、有名なやついっぱいあると思うけど、私はこのエルゴを使っております。そしたら次3つ目に買ったと思います。何かというとですね、これです。ブランケットなんだけど、これは一応こうなんだろうかな、アマゾンとかで、アメリカのアマゾンとかで探すってなると、スワドル、
スワドラップとかなんかそういう感じで呼ばれてるものなんだけども、こう生地がさ、まあ、ちょっとこうコットン系な感じ、多分オーガニック 100% とか、まあ、そういう感じ、これはね。だけど、まあ、こういう感じの布ですよ。で開くと薄いのね、ガーゼみたいな感じでちょっと薄いんです。ただのブランケットではないわけなんですよ。もちろん、こうやって寝てる時とかに、赤ちゃんが寝てる時にかけるっていうのもそうなんだけども、その本当にそれこそ赤ちゃんが生まれてから、その赤ちゃんって要は自分、あ、お母さんのお腹にいた時ってこういう状態なんですよね。こういう状態、わかりますか？こういう風に縮まっている状態なんですよ。それでいきなり外に出てきて、あーって手とか足こういうわけ、こういう風になるわけじゃないですか。で、それは赤ちゃんにとってはすごい不安っていうか、心地悪いんですよ。ずっとこうやって何ヶ月も何ヶ月もお腹にいたのに、いきなり外に出て空気とかに触れて、なんかざわつきとかがあって、なんでーみたいな、もうなんでこんなになってやだーみたいな感じなんです。で、それを落ち着かせるのが、お母さんの最強のおっぱいと、あと、この子なんですよ。スワドルの、布なの。でね、これを、巻き方があるんだけどね、こういう風に三角形に一番初めも折って赤ちゃんの首のところにやって、こうやってちゃんと巻くやり方があるんだけど、それでしっかりキュッて巻いてあげると、ちょっときつすぎると良くないからね、だけどキュッて巻いてあげると赤ちゃんの足と腕がこういう風になって、はぁ、なんか落ち着くみたいな。でそれに最強のママのおっぱいをあげることによって、彼らはカクッと寝てくれるわけなんですよ。で今でも大きくなったけど、全然、ああ今巻くことはないか、今巻くことはないけども、でも、普通にブランケットとして使ったり、あと車の中に結構1個入れておいて、こう子供たちがね、例えばエアコンがあれで寒いとか言った時とか、はいってあげたりとかして、そうそうやってるんだけど、これはマストで必要です。 OK? プレゼントにおすすめ。 OK?はい、そしたら次4つ目ですよ。4つ目は何かと言いますとですね、これでーす。あれ、これね、ちょっとね、水の水滴がついてて、ちょっと洗って結構時間が経ってるから、あんまちょっと近くで見ると可愛くないんで、このぐらいの距離に見せようと思うんですけど、これで、これは何かと言いますですね、授乳をしている方に限るんだけども、搾乳機です。そう、搾乳機なんですよ。でシリコンでできてて、押すとことかないじゃんって感じじゃないですか。ここをこうやって押して、でおっぱいのここにこうやってつけるじゃないですか。でこうやってこう手をこう手を離した瞬間に吸引して、スーっておっぱいが出ます、ここにでそれを1212ってやるんじゃなくて、こう押して、この吸引している間におっぱいがさーって出てって、でまたさーみたいな感じでやるものなんだけども、私1人目から3人目まで母乳育児をしてて、で搾乳機も持ってたんですよ。アメリカの病院で3人とも産んだんだけども、アメリカの病院では搾乳機くれたりするんですね。あのマシーンのやつ、もうコードをつけてウィーウィーウィーって言って、なんかそのレベルとかを調節して搾乳してくれるマシンとかもくれるんだけども、最終的にはそれ使わなかったですね。全然使わない、自分が搾乳するって言ったらあれですよ、外にね行く時とか、あともしくはこう赤ちゃんが私と一緒にいるような状況じゃなくって、私が外に行かなきゃいけない時とか、あとは2人目産んだ時に、彼女が11ヶ月の時に私は美容の専門学校に行き始めたから、その時搾乳してました学校で。で、搾乳機ってなんだかんだ物によってはこう洗うのがめんどくさい、特に洗うのがめんどくさい、買ったり場所を取ったりとか、そういった意味でなんだもんかなと思ってたんだけども、その3人目を出産するときに、私はまだ全然1人目から使ってた搾乳機があったんだけど、こう手動でやるやつ、
が一番好きで持ってたんだけど、でもこれがあの新しく発売されてた時期 ですごい気になってて、で軽いし楽そうだし何なんだと、で、サニーメイの時に試したんだけど、すごい使いやすいし、あのこんなんで作品できるのかと思ってたんだけど全然できるんですよ。全然できて、で、洗いやすかったし、洗いやすいっていうのが一番良かったですね。あと持ち運びもしやすいしっていうんで、この搾乳機とても好きでした。なんで母乳育児を視野に入れてる方とかはこれものすごくあのおすすめです。はい、大好きです、私これ。そんな感じなんです、4つは。でもちろん、例えば、ベッドが必要じゃないかとか、そうだな、まあ、他のものもろもろ必要になってくることがあるんだけど、生活していて例えばこう、あーなんかやりにくいなって思った時に買うっていう感覚でも全然いいと思うんですよ。なんか今の時代そのね、アマゾンとかさ、すぐオンラインでショッピングできるような時代だから、生まれる前に全部揃えなきゃっていう状況でもないと思うし、まあそれは場合によってとか場所によって違ってくるかもしれないんだけど、全然ああこれがなんか多分あの私の今の生活をちょっと楽にしてくれるなとか思い始めたんであれば、こう買い足すっていう形で全然いいと思うんです。やっぱり3人産んで経験したけど買って使わなかったっていうのはあったから、その中でやっぱりあのこれは今紹介して4つのやつは本当に毎日使って、本当にその生まれてから1歳になるまで毎日使ってすごい対応したもので、その商品に払った分のお金それ以上に返ってきたみたいな、そんな気持ちだから、本当にこの4つはとてもとてもおすすめです。ちなみにうちの子は3人とも生まれてからもう私と旦那さんの間でみんな寝てたから、ベイビークリブっていうのはあったけど全然使わなかったし、そうなんですよ、全然使わなかったし、あとね、そうだな、まあ、小さいこういうおもちゃとかなんだかんだあったけども、こう小さいおもちゃに関してすごい、ああこれはパワフルだな、あってよかったなっていうのとかは絵本とかですね。やっぱりお母さんが一緒になって読んであげる、でコミュニケーション取るし、絵本はほらね、ストーリーがあるから、そういうのとか、なんか赤ちゃんが一人でこうガチャガチャガチャって遊ぶっていうよりかは、まあうちの子はもう一番下の子とかになるとお兄ちゃんお姉ちゃんがいるから、お兄ちゃんお姉ちゃんが遊ぶもので遊ぶし、あとはあれなんですよ、あのね、キッチンのお玉とか、なんだっけ、泡立て器とか、そういうので全然遊ぶし、なんかとりあえず家の中にあるものでおもちゃ見つけるんですよ。だからね、こういちいち買って買い与えるっていうことをしなくてもいいんだなっていう3人目の時に分かったからだから3人目の時は全然おもちゃ買わなくって、それこそ、お兄ちゃんとお姉ちゃんのおもちゃあって遊んでたっていうのもあるけども、でも大体そうですね、ペンをこうやって振り回してたりとか、あとキッチンのボールとかで遊んだり、キッチンのそういうお玉とか泡立て器で遊んだりとか、なんかそんな感じなんです。だからね、赤ちゃんは正直おもちゃはいらないですね紙をこうやって切ったりとか、ティッシュをこうやってやったりとか、そういう用のおもちゃももちろん売られてるけども、うちはその実際私たちが使っているものをやっぱり赤ちゃんも使いたいから、結局おもちゃ買ってもね遊ばないんですよね。そうそうそう、そういった意味で、おもちゃはお家にあるものを安全なものであればそれをこうやって入っててあげたりとかしてれば全然 OK だし、あともう一つシェアしたいのが、赤ちゃんっておっぱいとか、あと哺乳瓶がそのまあ食事、口をつける、なんだろう、栄養を摂取するものになってくるじゃないですか。でそれ以外にもうちょっとこう大きくなると、白湯を与えたりとか、お茶を与えたりとか、あとは
その常温のお水とかね、まあ、そういうのを与えていくんだけども、そうなった時に哺乳瓶であげる人もいるし、アメリカだとシッピーカップって言って、こういう風に飲めるカップ、ちょっとこう先の方が尖っててこういう風に飲めるやつとか、あとストローがついてるやつとかで練習を始めたりするんだけども、それでも全然あのね、ストローの練習をしなきゃいけないし、こうやって飲む練習をしなきゃいけないっていうのもそうなんだけど、うちが、ナースさんにおすすめされたのが、これあのメイソンジャーあるじゃないですか、それの多分一番小さいサイズなのかわからないけど、3オンス、まあ、これガラスのやつなんだけどね、があるんですけど、これでお水をあげてました。で、何がいいかっていうと、なんかやっぱり赤ちゃんって全然こうやってコップ飲めるんですよね。セッピーカップとかそういうのから全然スタートしなくても、これでトレーニングすればこれで飲めれるようになるんですよ。で、フローレンスの時になんかそれを言われて、全然コップで赤ちゃん飲めるんだよって聞いてたから、あ、じゃあセッピーカップとストローとかでやるのもそうだけど、まずこれを慣れさせようと思って、でそれで食事の時とかはこれでお水あげたりとか、やっぱり初めは上手じゃないから、あのもちろんこぼすし、このこう水が来ることによって飲むっていうリズムっていうのかな、なんかこう起きた飲むっていうタイミングを勉強するっていうか、なんて身につけるまで、あのまあもちろんあの練習がすごい必要になってくるんだけど、でもそれさえ慣れちゃえばコップ結構早い時期からこうやって一人でこうやって飲めるようになってくるから、すごいあのおすすめです。で、もちろんこれと、あとうちの子はこのセッピーカップを今使ってます。これね、でも全然おすすめじゃないですよ。あのね、こぼれるから、見える？こぼれてくるから嫌だから、あんまりおすすめじゃないんだけど、一人でほら手づかみして、食事する時とか物食べるじゃないですか。で、その時にこれでじゃあ自分でこうやって飲んでねって言ってやるけど、それ以外にもこうやって私があのタオルをこうやって押さえながらこういう風にやって、今はあのやってます。なんだけど、もう自分でこうやって掴んでこうやってやりたいんですよね。でもこうやってやってくると水がバサーってかかったりとかして、だからお風呂とかで結構練習させたりとかしてるんだけど、まあコップで飲む方法もあるよっていうのをシェアしたくって。そうなんです、はい、そんな感じですよ。で、これまでさ、最後まで言って、今になって頭にポッても思い浮かんだのがもう一個あるから、最終的に5つって感じなんだけど、あのハイチェアは必ず持ってた方がいいですそう、ハイチェアはね、食事する時とかもそうだし、やっぱりあのね、食事が始まると結構必要になってきます。あのね、あともう一個喋ってたらポン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 頭にあの浮かんできちゃって、コップ以外にシェアしたいのがあるんですけど、これはね、私が見ている YouTuber さんがおすすめしてたっていうのもあるんだけど、出産を終えて、これ1人目とかではないですね、2人目3人目になった時に、出産を終えてから1人目には経験しないお腹の痛みがあるんですよ。どうしても、なんでかわかんないんだけど、一人目の時って出産が終わると、まあ、なんていうんですか、生理痛みたいな感じなのが結構あの続くんですね。で、それはその自分の子宮が元 の, かあの大きさに戻ろうとして、ここすごい大きいような状況になってるから、それを戻ろうとして、で、それがその自分たちには生理痛として、感じてお腹痛いみたいな感じですね。なんだけど、2人目3人目を出産した時は、その出産した後の生理痛の痛みというか、そのお腹の痛みがまあすごくって、3人目となるともっとすごいんですよ。で、それに対してやっぱりお腹が結構痛くなるから、あのどうにかしたいんだけど、でも薬は取りたくないから、おすすめなのがこのオイルなんですね。で、これは、ナチュラルなオイルだから、お水に入れて飲んでくださいって書いてあるんだけど、お水に何滴か垂らしてで飲むと、結構痛みはあるんだけど、ちょっとこう和らぐっていう感じだから、薬以外で、飲めるものとして
こう痛みを和らげるものとしておすすめだから、2人目とか3人目とか4人目とか、まあ、それ以上出産の方でお腹痛いのね、やっぱ怖いから、本当に痛いから、なんと出産前に1個持っとくといいんじゃないかなと思います。でこれは、アメリカのアマゾンで私買ったんだけど、日本で手に入るかはちょっとわからないけど、まあ、こういうものもあるよっていうのをシェアしたくって、はい、紹介しました。ごめんなさいね、皆さん次々にね喋ってるというか、 あれもそうだったあれもそうだったみたいな感じで思いついちゃって、なんだけどこの紹介した4つとあとプラスハイチェアはぜひぜひ持っておくといいです。でだけどこれは、私の今まで育児してきて、私のこのやりやすかったやり方というか、私のその育児の仕方でとても良かったものなんで、まあ参考にしていただけたらとてもとても嬉しいです。では皆さん見ていただいてありがとうございました。もしビデオが良かったと思ってくれたら LIKE をしてくださいね。あと何をしているんですか、チャンネル登録してください。何を待っているんですか、チャンネル登録をしましょう。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。やったー、これでもうこれでこのビデオ撮ってから、やっとこの子たちもドネーションに行ってもらいます。ちょっと皆さん、私髪ちょっと今日太巻きにしてみたって、太巻きに今日のメイクはねって感じだね、ちょっとあんまりって感じなんだよね。お家ね引っ越すからもう片付けなきゃいけなくって、旦那にこの一番初めに紹介したチェアドネーション持ってくって言われて、あ、ちょっと待て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 みたいな、これはビデオ作んなきゃいけないものなのみたいな、これはみんなに話さなきゃいけないものだから、ビデオ撮るまでどこにもやらないでって言って、そう、それでやっとビデオ撮ったから、この子はドネーションに羽ばたいていきます。まず一つ目はこれです。この先のお母さんたち、この先Really? OK。 こんにちは皆さん、お元気でした。あ、My hair。こんにちは皆さん。